こんにちは、柴田です。今日はかっこいいギターをお借りしたのでレビューしたいと思います。そのお借りしたギターはこちらです。じゃーん、百瀬のコリーナ V ですね。かっこいいっすね。一度百瀬さんのコリーナをですね弾いてみたかったんですよ。皆さん百瀬というメーカーはご存知でしょうか？まあギターやってる方は皆さんご存知かと思うんですが、まず百瀬をおさらいしていきましょう。百瀬カスタムクラフトギターズは長野県松本市にある飛鳥工場のシニアマスタービルダーの百瀬さんの名を冠したギターベースのブランドになります。個人名だったんですね。百瀬さんの哲学技術を両面に製品に昇華させ、伝統的な設計を重視しながら随所にこだわりを落とし込んでいるという風な、やっぱこだわりのギターっていう感じですね。まあ、なんといっても有名なのはオールハンドメイド、これはすごいですよね。百瀬さんの指導監修により、その技術を認められた数人のクラフトマンが作っているという風な、もう選び抜かれた人が作っているオールハンドメイドのギターになります。まあ、近年ではですね、大量生産がやはりギター起きていて、中国だったりインドネシアだったりっていうところで生産を行ったりしてるんですけれども、この百瀬はですね、材木にもこだわり、オールハンドメイドで職人さんが作っているという風な素晴らしいギターです。一度はこう手に取ってみたいなという方はたくさんいると思うんですけれども、今回はこのこちらのコリーナ V のレビューになります。コリーナですよ。コリーナといえばヒデのクジラですね。ヒデシグネチャーモデルのクジラが有名なんですけれども、パタさんのエクスプローラーにもこのコリーナが使用されております。見てください、立体的になってるんですよ。飛び出してるんですよね。ほら、かっこいい。ペグこんな感じになってます。ちょっとね、固めな感じでしたね、ペグは。でネックは結構ね、 U の太めの丸い感じですね。この太めのネックに伝わって、ボディ小さいけれどもやっぱりしっかりした音になるんじゃないかなという風な感じです。金属部分もね、めっちゃかっこいいっす。こうピッカピカですね。まだ購入されて1ヶ月ぐらいのものをお借りしました。でピックアップはですね、ギブソンの57クラシックに変更されております。もうとにかくいい音な感じなんですけれども、後ほど音はお聞きいただきます。そしてですね、今回座って弾くことがねできなかったんですよ。もう V って座っておけないですよね。どうしてもね、こうやって持つとずれちゃうんで、このね、足に挟んでこうやったりとかっていろいろ試してみたんですけれども、座って弾くのはできませんでした。ちょっと難しいです、逆に難しい。なので今回立って弾いたんですけれども、意外や意外ですね、ちょっと新たな発見がありました。僕ね、初めて V を使ったんですけれども、こうやってストラップに止めていきますよね。ここについてるんですよ、ここに。ここについてます。装着しまして、まあ、これ立ちますよね。立った時にですね、意外や意外、ちょっとですね、ちょっとね、上に上げ目でも、そんな高く見えないんですよ、ポジションの位置が。割とね、これ上げてるんですけど、木琴バードとかだったら、ここら辺に来ると思います、あの角が。なのですごく上に上げてるような感じがするんですけれども、ここがないんで、割とね、上に上げててもそんな上げてるような感じには見えないんですよね。これはね、 V マジックですよ。 V のいいところだなと思いました。という感じで見た目のところをお伝えさせていただいたんですが、ではでは音を聞いてください。こん
なにいい音が鳴るんだと思って、あとね、ここつなぎ目ですね、セットレックなんですけれどもスルーネックのような作り、この滑らかさ、これはちょっと新しいですね。通常のセットネックだとここがねどうしてもカクってなってるんですけれども、ここが滑らかになっていてハイポジションも弾きやすいと。ではでは音をお聞きください。